PS5 の衝撃的な値上げが発表されて、早数週間。いやー、早かったね。そして、このタイミングで、SIE の西野さんが、日本で PS5 の値段を上げたのは、転売されまくったため、その対策も含んでいると、このような発言が飛び出しました。詳しくは日経の記事を見ていただきたいんですが、9月からですね、PS5 の従来機、いわゆる通常版、こちらを約8万円、厳密には79,980円。ということで、19% 値上げをしたと。だからまあ 20% 近く一気に上がったんですよね。値上げというより、価格変更等を捉えていると、以前このような発言もございましたが、為替が動いているため、常時全世界で価格改定を検討していると、まあそのためですね、もしかすると今後、価格の再変更もあるんじゃないかと、そういったことをですね、考えていらっしゃるのかわかりませんけど、ただそういった匂わせのようなことをですね、この度語っておられます。また PS はですね、全世界共通のハードを出していると、転売対策の狙いもありますが、グローバルで均一なバリューを提供するのが大事だと考えたと。また PS5 の上位機種の PS5 Pro を発売します。まあ、ここについては皆さんもですね、ご存知かと思いますね。また PS5 Pro は高画質で滑らかにゲーム画面を動かすことを目指して開発した。例えばフレームレートの向上であったりとか、安定化であったりとか、あとグラフィックの全体的な向上であったりとか、まあ様々なですね、ブラッシュアップが入っているといった状況でございます。また新たにソニー開発の人工知能 AI を搭載し、既存の PS5 よりもゲーム画像の解像度を高めたと。また GPU につきましても、余力を作ることで1秒間に処理できる画像の枚数を増やしたほか、要するにフレームレートの向上のところですよね。光の反射であったりとか、屈折のところを再現する速度も高めて、絵を作り直した、強化したといったところ。PS4、PS4 プロ販売時は、プロの販売が約2割を占めていた。今回は出してみないと、わからないが、市場の受け止め方次第だ。値上げは短期的な収益改善につながる一方、長期的な収益に悪影響をもたらすリスクはありませんかと。まあ、すでにこちら悪影響が出ていたりするんですけどね。特定の市場に関してインパクトがある可能性はあると。ただ値上げで売り上げを確保することで、販売施策であったりとか、プロモーションにお金を回していくことを積極的に考えていきたいと。値上げして得た収益は再投資に当てると、そういった発言がありましたが、これを見て皆さん、率直にどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。ただ一方で、こちらですね。PS5 の値段上げたのは、転売されまくったためっていうのは、ちょっとなんか納得いかないよな。本当に。どういうことやねんっていう。まあ、それプラスですね。今回、為替が動いているため、常時全世界で価格の改定を検討していると、そのような発言もあった通りですね。だからまた、価格が下がる可能性もあるっていうことか。あくまで、現時点では、8万円。こちらの値段に設定しているけど、例えばこれが為替レートがね、120円台ぐらいまで下がるようなことがあれば、130円ぐらいまで下がるようなことがあれば、まあそれに伴って適正価格に、落ち着かせると。まあそういったことなんでしょうか。まあちょっとここのところのニュアンスまではね、深く触れておりませんのでわかりませんが、ただまあそういったことをですね、こちらは指していると信じたいところですが、ただ営利企業であるので、ソニーも、そんな簡単に値下げをね、するのかどうかっていうところ、ちょっとそこのところがですね、非常に悩ましいところではあるんですが、ただまあ、為替が動いているためといった発言もありましたので、まあ一応ですね、値下げの余地はあるっていう理解で、間違いはないかと思いますね。ただ、転売対策の狙いもあると書かれておりますけど、これね、一番よくわからないよな。転売対策のために高値で売るってどういうことみたいな。なんでそれをさ、ユーザーが
価格転嫁されて購入しなければいけないのか、転売ヤーの分も、わけがわからないよね。結局なんか転売ヤーもさ、それに利益をさらに上乗せして転売するわけだからさ、結局なんかそこっていたちごっこなので、なんか全く理由になっていないんじゃないかと思いました。まあ、転売対策っていうのは、転売できないような工夫をするとか、何かしらの施策を実施するとか、まあ、そこだと思うんですよ。価格を上げることイコール転売対策っていうのはありえないんじゃないかと思いました。まあ、まさにその通りだと思うんですよね。ちょっとここのところがですね、いまいちよくわからなかったので、もうちょっと詳しくね、できれば教えていただきたいと思いましたが、ただ今回の記事の内容ではそこまでね、言及されておりませんでしたから、ただまあ今回ですね、日経にも書かれております通り、なんか思ってるよりユーザーが、市場がですね、ネガティブな反応を示したと、ネガティブフィードバックがあったといった状況なので、まあこのようなことをですね、まあ保険代わりに語っていらっしゃるんじゃないかなと思っておりますが、まあいわゆる火消しみたいなところもあるのかなと思っていますね。まあやはりここの価格のところ、79,980 円、約8万円っていうこの価格のインパクトってとても大きくて、で、さらにそれに加えて PS5 Pro、ここからさらにね、値段が高くなっておりますから、まあその、なんだろうね、まあ原価を考えると妥当っていう話、意見とかもね、ありますけど、ただユーザーからすると別にそんなの知ったこっちゃねえみたいなところもありますので、まあユーザー曰くですね、ちょっと怒ってる部分はあるので、まあこういった保険など予防線などを張ってきていると、そういった考え方もできるんじゃないかなと思います。まあそういったところで、今回はですね、このようなお話でしたが皆さんいかがでしょうか。またですね、2024年3月期は PS 出荷は2080万台と2100万台の目標に届きませんでした。まあ、言ってもわずかな未達だからね、まあ、ほぼほぼね、到達したと言っても過言ではないんじゃないかな。まあ、20万台で聞くとさ、かなりの差がある感じもするけどね。ただ台数は未達だったが、2000万台以上売ったという意味では、PS4 世代を含めて今まで一番売れた年だった。今後もいろいろなタイトルが出てくるし、PS5 Pro も投入する。引き続きグローバルで事業を拡大していきたいと。PS ネットワークの月間利用者数は増えており、今は1億1600万人。すごいな。めちゃくちゃ儲かってんな。で、ハードは一度販売するとそこで終わり。ただソフトを買った後に追加でコンテンツを買ってもらう形のゲームも増えているし、PS プラスに加入してもらうこともできると。いやーこれかなり大きいよな。また PC でゲームする人が増えています。改めて据え置き機器の価値を教えてください。モバイルだと広告が出るゲームが多かったり、PC は設定が大変だったりすると思う。PS は電源を入れてもらえれば買ったコンテンツをすぐに体験できると。ソフトを購入するストアでも分かりやすく商品を並べているので、直感的な体験になっている。PC にもコンテンツ展開を進めることで、ゲーム市場全体のパイを増やそうとしている。据え置き機を確認。事業展開することは間違いないが、据え置き機以外にもタイトルを提供することでより幅い顧客にリーチをする。解像度や性能を高めた PS5 Pro の発売によって、次世代機のハードルが上がりませんか。まあ、いわゆる PS6。まあ、名称がどうなるかはまだわかりませんが、まあ、次世代機のハードルは高くなりますよね。テクノロジーはどんどん進化していくので、まだやることはあると思う。PS5 では、PS4 時代はハードディスクドライブだったストレージを、SSD にね、切り替えたことで、ロード時間を短くした。PS5 からコントローラーのスピーカーを通じて、音をさらに立体的に出るようにして、没入感も高めた。ビジュアルの精度は大事だが、他の要素も含めて新しくしていくと。そのような発言がございましたね。まあまだまだですね、ゲーム機本体のビジュアル含めて、まあ、進化できる部分っていうのは、余地っていうのは残されておりますので、そこについてはですね、別途注力をしていくと、そういった形で、この方はおっしゃっておりますが、ただ結局ですね、なんか納得感があまりなく、なんかそれっぽいことをですね、おっしゃっておりますけど、これってユーザーからするとなんか意味があるんだっけみたいな。結局なんかユーザーからするといいゲームを楽しくね、
かつまあ安くでプレイしたいという、まあ、そこが最大のニーズなわけで、結局なんかそこでね、いきなり唐突に値段が上がったけど、ここの理由って語られていないから、やっぱユーザーからすると不信感がね、さらに増してしまうんじゃないかと思いました。はい、ということで、ここについて皆さん、思うことあれば、コメントいただけると幸いです。お疲れ様でした。